皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は白波五人男の第4回、赤星十三郎です。それではセリフを聞いてみましょう。私の罪に連なるは、以前は武家の中押しを補修のために切り取りも鈍き刃の腰の家や、戸神が腹に身のさびを研ぎ直しても抜けかぬる盗み心の深みどり。柳の都八つ七の花水橋の切り取りから今牛若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に月影が八つ見越しなだけきょうず命の明け方に、消ゆる街かき星月よ、その名も赤星十三郎。いかがでしたか。赤星十三、岩井久米三郎と書いてあります。それでは一字ずつ読んでみましょう。まずこれはまたという漢字を崩したものです。次はそ、これはの、これは次という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上はつ、次は起きるという漢字を崩したもので、きと読みますが濁点がついていますのでぎと読んでください。次は負のように見えますが、左から筆が入って縦棒がまっすぐです。このような字はにという漢字を崩したものでにと読みます。次は連という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上はつ、次はら、次はるのように見えますが、奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます。次はる、そしてはちという漢字を崩したものではと読みます。これは以前のいという漢字を崩したものです。これは前という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。一番上はい、その次はぜ、最後はんと書いてあります。これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。次は武士の武という漢字を崩したものです。これは家という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上はぶ、下はけです。
次はの。これは中という漢字を崩したものです。これは小さいという字です。次は立身弁です。聖という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上は死。次は、なりという漢字を崩したもので、やと読みます。次は、う。さて、これは、古いという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。これは、こ。次は、あるじという漢字を崩したものです。読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上はし。下はう。次は、の。これは、ためという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。横棒のないさのような形をしています。横顔のような形をしています。多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは目。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、切るという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上は、き。下は、りです。これは、ど。次は、り。そして、も。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、左に寄ってますが、ぶ。これは、起きるという漢字を崩したもので、きと読みます。これは、刃という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。一番上は、や。次は、い。最後は、絵のように見えますが、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。これはの。次は、腰という漢字を崩したものです。これは、超えるという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。まず、これは、こ。次は、し。次は、ご。最後は、え、と書いてあります。これは、や。次は、石編です。研ぐ、砥石の砥、と書いてあります。これは、上という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。まず、これは、と。ここの部分です。
これは可能の可という漢字を崩したもので、可と読みますが、濁点がついていますので、がと読んでください。そしてこれはカタカナのミのように見えますが、三という漢字を崩したもので、ミと読みます。さて、これは可能の可という漢字を崩したもので、可と読みますが、濁点がついていますので、がと読んでください。次は、腹という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、ら。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、みという漢字を崩したものです。これは、の。次は、金編です。サビという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上はさ、下はび。これはを。次はこれは起きるという漢字を崩したもので、きと読みますが、濁点がついていますので、ぎと読んでください。ここは2文字まとめて読んでみます。まず漢字の部分は、直という漢字を崩したもので、下はしという字がついています。これは読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上はるのように見えますが、下の丸が非常に大きいので、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはを。これは手です。次は、も。これは手編です。抜けるという漢字を崩したものです。次は、兼ねるという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。少し欠けていますが、これは、ぬ。次は、け。これは、うのように見えますが、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、ねんという漢字を崩したもので、ねと読みます。次は、る。これは、盗むという漢字を崩したものです。下は、心という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上は、ぬ。目のように見えますが、ぬです。次は、す。そして、三という漢字を崩したもので、みと読みます。これは、こ。次は、繰り返しの記号です。そして、ろです。
次はの。これは三髄です。深いという漢字を崩したものです。これは三という漢字を崩したもので実と読みます。次はど。これは理。これは柳という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上はや、下はるのように見えますが、奈良県の名という漢字を崩したもので名と読むんでしたね。次は木です。これはの。次はここです。これは都という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上は三という漢字を崩したもので実と読みます。次はや。これは子です。次は谷という漢字を崩したものです。これは七。これは郷ひろみの郷という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これはつ。次は志という漢字を崩したもので死と読みます。次は地。次は語。そしてう。これは花という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。目を細めて見てください。これは物という漢字を崩したもので葉と読みます。これはるのように見えますが、奈良県の名という漢字を崩したもので名と読みます。次は水という漢字を崩したものです。2文字まとめて読んでみましょう。まず物という漢字を崩したもので葉と読みますが、濁点がついていますので場と読んでください。そして左側の囲むような字は死。次はの。これは切るという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上は木、下は理です。これはど。次は理。この小さな部分も大事です。これは可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。次はら。そして今という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。まずこれはい。次はまんという漢字を崩したものでまと読みます。
次は牛という漢字を崩したものです。これは若いという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上は王様の王という漢字を崩したもので和と読みます。これは理のように見えてますが、可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。次はと、これは名前の名という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これはるのように見えますが、奈良県の名という漢字を崩したもので名と読みます。次はも、これは高いという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。横顔のような形をしていますが、これは多いという漢字を崩したもので多と読みます。次は可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。そして苦、次は志という漢字を崩したもので死と読みます。次はの、これは部、次は姿という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。上は春という漢字を崩したものです。巣と呼びますので注意してください。この部分は可能の可という漢字を崩したもので可と読みますが、濁点がついていますのでがと読んでください。次は横顔のような形をした字ですから、多いという漢字を崩したもので多と読みます。これはも、次は人、これはのですね。そして目、これはにという漢字を崩したものでにと読みます。次は月という漢字を崩したものです。これは影という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これは可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。次は下、これは可能の可という漢字を崩したもので可と読みますが、濁点がついていますのでがと読んでください。次は谷という漢字を崩したものです。次は恩という漢字を崩したものです。次は腰、みこしの腰という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これは三という漢字を崩したものでみと読みます。次は子、そして死、次は可能の可という漢字を崩したもので可と読みますが、濁点がついていますのでがと読んでください。
次は上が山、そして一番右は犬です。竹という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これは多いという漢字を崩したもので多と読みます。次は毛、これは介護の介という漢字を崩したもので毛と読みます。次は不、これは祖、次は命という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。まずこれはい、次はの、そして地です。これはのです。これは開けるという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。まずこれはあ、次はけです。これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みますが濁点がついていますのでがと読んでください。次は横顔のような形をした字ですから多いという漢字を崩したものでたと読みます。これはにという漢字を崩したものでにと読みます。これは木です。次は理由の言うという漢字を崩したもので言うと読みます。これはるです。次は間という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。目を細めてください。これはま、次は地、これは可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。これは起きるという漢字を崩したものできと読みます。次は星という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。まずこれは本という漢字を崩したものでほと読みます。次は死、次は月という漢字を崩したものです。これは夜と書いてあります。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これはよ、次はそ、そしての、次は名前の名という漢字を崩したものです。これはもうですね。これは赤と書いてあります。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。これはあです。そしてくるっとした小さい形は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。これは星という漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう。
これは本という漢字を崩したもので、ほと読みますが、濁点がついていますので、ぼと読んでください。濁点は2つの時と1つの時があります。これは詩です。これは重ねるという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。これは地です。次はう。これは三という漢字を崩したものです。最後はろうという漢字を崩したものです。さて、これまで読んできたものをもう一度振り返ってみましょう。右の絵にはこのように書いてあります。またその次に連なるは、以前は武家の中御所、古州のために切り取りも鈍き刃の腰越えや、戸上ヶ原に身の錆を、研ぎ直しても抜けかねる。盗み心の深緑、柳の都八七号、花水橋の切り取りから。今牛若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に、月影型に神輿が竹、今日ぞ命の明け方に、きゆる間近き星月よ、その名も赤星十三郎と書いてあります。またその次に連なるは、それではもう一度セリフを聞いてみましょう。ただ武家の中御所、印刷されたものと言葉が若干違いますので、そこはご了承ください。二分き刃の腰越えよ、戸上ヶ原に身の錆を研ぎ直しても抜けかぬる、盗み心の深緑、柳の都八七の花水橋の切り取りから、今牛若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に、月影が八つ神輿がだけきょうず、命の明け方に、きゆる間近き星月よ、その名も赤星十三いかがでしたか。今日はここまでです。次回は南郷力丸。それでは皆さんごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。